こんばんは。こんばんは。急遽でごめんなさい。ありがとうございます。こんばんは。ツアーお疲れ様、ありがとうございます。半分終わりました。楽しかったな。で今日はね、今日普通に福岡から帰ってきて、で今10分前ぐらいに、帰ってきました。あのその後普通に東京でお仕事があったので、撮影と取材があったの で今日はね、あの全部メイクさんにメイクしてもらった。だからね、顔が違うと思う。超久しぶりに全部メイクさんにやってもらったんだ。こんばんは。はい、まずはね、ツアーが終わりました。終わりで全然終わってない。間違った。半分終わったんだ。だけど、あれです。大阪、広島、福岡に行ってきました。4日間で3箇所行きました。終わりましたとか言って。だけど遠い3箇所終わったんで、ですごく楽しかったです。もう本当に美味しいものをたくさん食べまして、もう食べ過ぎました。まず大阪では、まあ、大阪は結構行くのでそんな満喫はできなしなかったんですけど、あの差し入れでいただいたたこ焼きも食べたし、あと夜自分でたこ焼き買って食べました。でその次の日は広島に行ったんですけど、広島はその日は休みだったので移動日だったんですけど、一人で宮島に行ってきまして、いやもう最高だった。もう一回あの一日を繰り返したいです。なんか本当はね、大阪で大阪に2泊する予定だったんですよ。で広島当日行く予定だったんだけど、広島行ったことないし、大阪は今度東海でも行くし、いっぱい行ったことあるし、広島で一日過ごしたいなと思って、広島で一日過ごさせてもらうことにして、急遽で何しようかなと思って、なんか YouTube とかで広島観光とか調べて、広島一人旅みたいなとか調べたら、みんな宮島に行ってたので、宮島に行ってる人ばっかりだったので、じゃあ私も宮島行こうと思って行ってみたくなったので、行ったらもう最高だった。なんかもう天気もいいし、桜も咲いてるし、なんかねめちゃくちゃ良かった。揚げもみじ食べた。揚げもみじ食べました。あとは私は鹿いた普通にいた。アナゴ飯を食べて、あとコーヒーのソフトクリーム、なんかちょっと有名そうだったので食べて、であとは牡蠣も食べて、焼き牡蠣も食べて、牡蠣がめっちゃ美味しかった。あんまり牡蠣ちゃんと食べたことなかったんだけど、超美味しかった。鳥居は工事中だったので見れませんでした。だけどいいやと思って。みゆっぴには会ってないです。てか広島に住んでる人さ、
いつも宮島に行けるってこと？いいな。なんか広島の街、なんか駅前、駅のとことかもさ、ホテルのとことかもめっちゃさ、なんか街が綺麗っていうか、なんかすごい素敵だった広島。私行ったのは宮島だけですね。路面電車走ってました。でも乗んなかったけど、広島人生初めてでした。すっごく楽しかったです。でその次の日宮島で楽しんだ後に、普通にちょっと早めに帰ってきて寝て、で次の日朝チェックアウトしてから集合までに時間があったので、駅でお好み焼き食べて、あと揚げもみじも食べて集合してライブしました。でライブに行ったら楽屋にたくさん差し入れがあってさ、だし お弁当もなんかね、おにぎりが入ってて、あと唐揚げが入ってて、なんかあとウインナーとかも入ってたかな。なんか私が超好き系のあのお弁当 でそれも食べちゃってさ、普通に。でも本当美味しい、全部美味しかったな。で、次の日には広島のお好み焼き美味しかった。美味しかった。私はチーズ乗せてるやつ頼みました。でも結構めっちゃお腹いっぱいになっちゃって、量が多かった。で次福岡ですけど、でも福岡はもうちょっと控えようと思って、もだけど集合が2時半ぐらいだったんで、それまで時間あるなと思って、まずラーメンを食べに行きまして、豚骨ラーメンを。で会場に向かったらないですね、なんともう本当にケータリングとか差し入れがもう溢れまくありふれてて、もうなんかおにぎり、四角いおにぎりみたいな、なんか明太子と卵がさ挟んでる四角いおにぎりみたいながあったの、まずでそれ食べちゃって食べたんですよ。でその後にむっちゃんまんじゅう、むっちゃんまんじゅうめっちゃ美味しかったよ。あの食べたかったので、めっちゃまんじゅうも食べたのね。その後におにぎらずなのか分かんない、なんか卵が入っ、あの3種類ぐらいあって全部に卵挟まってる、あれ福岡のやつなんかちょっと分かんないんだけど、めっちゃまんじゅうはあれでした、ハムエッグ味でした、ハムエッグ味でした。ラーメンちょっとどこで食べたか分かんなくて、あのホテルの近くにあったり食べました。名前とか全然覚えてない。サンドイッチみたいなおにぎり、あそうそうそう。であとはなんか貸し入れでなんか美味しいどら焼きみたいなのもらっちゃって、でそれも食べて、あとはシエマナちゃんの誕生日ケーキも分けてもらったんだけど、ガチで美味しかったあのケーキ、あれどこなんだろう、マッチで美味しかったんだよね。いちごタルトだったんだけど、
マジ美味しかった。で、あと普通にお弁当、明太子乗ってたから食べないわけにはいかないからさ、食べたんですよ。でも本当にお腹パンパン、ずっと。でも超幸せでした。でもモス鍋は食べなかったんだよね。でも昔ラウーチェで来た時に食べたことあるので。あとモス鍋さすがに一人でわなと思って行かなかった。こんばんは。それで今日帰ってきました。お土産であんま買ってないんだけど、広島ではこれ、広島牡蠣の塩レモン鍋ご飯で食べようと思って。あとはなんかもらっ置いてあったよ、もみじまんじゅうとか。あのでも持ち帰ってきて全部食べたらあれだなと思って、少ないけど、もみじまんじゅう持ち帰ってきたりしました。あ、全部自分用です。あの家族に買っても、あの会えないので、しばらく帰れないから意味ないなと思って。あとはではちっちゃい明太子、あのしなんかお試し用みたいなやつ買ってきた。イカと普通のやつ。ちょっとお金使いすぎちゃって、なんか食費にからダメだと思って少しにしてきました。中身？この中身ね、美味しそうだったよ。八朔大福食べた。あ、食べた。八朔大福食べた。あ、これこんな感じ。ちょっとご飯と一緒に食べたいと思います。八朔大福と甘夏大福とレモン大福、3つも食べました。だって置いてあったから全部食べたくなっちゃって食べました。めっちゃ美味しかった。あとはね、山本愛理ちゃんのお家からもらった、が差し入れしてくれた、これバカうまい。これやばい、因島の八朔ゼリー、これをねいただいたんですよ。山本愛理ちゃんのご家族が差し入れしてくれたんですけど、いやめっちゃくちゃうまい、超好きな味だった。でそれで1個あの楽屋で食べたんですね。それでめっちゃ美味しくて、で山本愛理で最後帰る時にまだ余ってたんですよ。山本愛理ちゃんがあれ余ってるみたいな感じで、そしてでもうち1個食べちゃったしなと思ったんだけど、でめっちゃ美味しかったからもう1個もらっていいって言ったらね、あの3つくれただから昨日も2つ食べて1個持って帰ってきた超感謝。優しい。めっちゃ美味しい。ぜひ八朔ゼリーも広島行ったから食べてみてください。
で、今日何、今日は固形物食べてない。あれ食べた？あ、でも食べてないと思うんですよ。まずバナナジュースを飲んだのと、あとタピオカだけ。そうそう、食が極端。昨日食べ過ぎてあんまお腹空かなくて、タピオカ固形で、タピオカは飲み物です。タピオカずっと飲みたかったんだけどね、4日間。でもわざわざここまで来てゴンチャ行くのはなーと思ったから、帰ってきてから飲んだ。寒かった、しか入れホットのタピオカ買って持ち帰ってきました。でもちょっとなんか食べたいんだよね、なのでこれ食べます。博多桜ひよこ、タピオカ大好き。今は普通に東京にいます。普通にお仕事してきました。ねのちゃんには目が買ってたの？買ってないです。自分だけ買いました。渡せないので、送るのもちょっとめんどくさいし。だったらあれですよ、取り寄せても同じじゃないかなと思って。ライブはどうだった？ライブも楽しかったです。やっぱ当たった方しか来られないし、当たってても来ない方、来られない方とか、2年も待たせてしまったので、来られない方もたくさんいたので、すっごいアットホーム。どこ行った？うん、な環境だったんですよ。だから楽しんでできましたね。あとね、なんか今回のライブハウス全部ステージが高くて、観客席が下だったんですよ結構。いや、すっごい下にお客さんいて、高かったですよね来た方が。それもすごい新鮮で、なんかいつもはカメラが大体あったからね、これまでは。で、結構正面に向かってライブしてる感覚だったんだけど、今回めっちゃ下って感じでした。下に向かってライブするって感じだった。そう、全員座ってるしね。そうそうそう、
ステージからタオル持ってるので気づくの、気づきます。ありがたい、タオル持っててくださると。はい、ということでラストコンサートのコメントが来たので、ラストコンサートの開催が決定しました。5月29日に東京ガーデンシアターで行われます。いや本当に良かったです。本当に良かったです。なんかもう、あ、ひろありさん、タワーありがとうございます。ありがとうわー。あ、これお花じゃなくて、あの卵なんだ。ありが卵、ありがとうございます。いや本当にもう良かったとしか言いようがない。過去最大キャパということで、いやもう本当に良かった。で日曜日になりました。うん、いろいろあったので良かった。みんなが多分来たいと思ってくれてる人はが多分全員来れると思うので、それは本当に良かったと思います。私もちょっとこれで悔いなく終われるって思いました。これでちょっと悔いなく終われるかもしれないです。日曜日だけは競争率が高そう。高くないと思います全然。たくさん友達とか呼んでください。昼夜あるもんし、みんな嬉しいんですか昼夜あるの。だったらよかった。バカラさん、タワーありがとうございます。ありがとうわー、ありがとうございます。チケット言うて取れるの FC 入ってない、取れると思いますよ。って8000人ですよ。ぜひ日光園来てほしい。コンセプトが違うんですよね今回。サッピーさんもタワーありがとうございます。ありがたわー、ありがたまごー。そう、昼がラストダンスで夜がラストスマイルってことなんで、昼はバキバキ系で、夜は、あ、じゃあ夜はアイドルって感じなんじゃないでしょうか。何も知らないですけども、なので本当にこれが最後なので、ちゃんとコンサートするの本当にこれが最後だから、これるんだったら来てほしいです。あんまそんな無理しないでって思うけど、でも本当に最後なので、もうこれ逃したらもうないので、本当最後のお願いって感じです。お願いすること多分もうラストアイドルでも
ないので、ラストアイドルの曲をやれるのも最後なので来てほしいです。ありがとうございます。行く、ありがとうございます。行かないと後悔する。そう、後悔するかもと思ったら来てほしいです。もう取り返すチャンスがないので、今回ね、こう逃したら。両方とも見に行きたい、昼より行きたいな。ね、うん、かっこいいラサイも見てほしいし、アイドルのラサイも見てほしいし。モールさん、タワーありがとうございます。ありがとうわー、ありがとうございます。いや、大きい会場、大勢のペナントみたい。その景色を見れたらもう満足。ああ、うん、アイドルあってよかったなって多分思うわ、それ見れたら。見に行きますね。ありがとうございます。あの会場すごい、いやすごかったです。私もついこの間行ったんですけど、普通にお客さんとしてね。でも私あの4階バル、いや4階で見たんですよ。4階のしかも一番後ろだけど、めっちゃ遠かったけど、でもすごく見やすかったです。やばいよね。4階、なんと5階まであるんだよね。あれ5回あっての4回でした。景色が武道館に似てるやすいよ。そうだと思いますね。4階まで私ラストアイドル開放するのか分かりませんが、本当にありがたいです。嬉しい、本当に良かったです。なんかうん、その東京ガーデンシアターになりましたって最後のコンサートが決定した時はもうよかったよかったというか、めっちゃ嬉しい。なんか4年間やってきてよかったって思える。メンバーいつ聞いたのかというと超最近ですね。超超最近です。もう一昨日とかそのレベル。ちゃんと聞いたのは多分ね、一昨日はないか、3日前とかかな。そう、ブレラチュ、あれいつだっけ。でもなんか噂で、風の噂でとかで、もしかしたら違くなるかもみたいな、あのもともと決まってたやつとは
のはあったけど、ちゃんとメンバー全員に展開されたのはすごく最近です。最後は座れるのか立っていいのかどっちなんやろ。おうね、どうなんでしょう。元の感じはどこだった？ちょっと言わないです、怖いので。あやしコールしたいよ。いやー、コールしてほしい。声も出せないと思いますけどね。でも聞きたかったな。ライブ初心者だけど楽しみたいな。ぜひ来てください、楽しんでください。ライブって多分意外と楽しいですよ。意外で分かんないけど、勇気なくて来れないとかね、そういう人も多分多いと思うんだけど、来たら絶対楽しいですよ。ぜひ来てみてください。迷ってる人も。声ダメかな。誰か一人出してみれば。そしたらみんな釣られてやるかもよ。出禁になるか。いやでも出禁になったとしても、だってもう現場ないから。出禁になってももう意味ないから。退場なんちゅうか。ライブってさ、テレビと違ってずっと推し見てれるのが最高。なるほどね、終えるもんね、ずっと。私のせいに。あ、別にいいですよ、最後なので。もう。最後の曲何歌うんだろうね。いやでもどうやってセットリスト決めるんだろう。早く決めてほしいな。難しいだろうな、決めるの、セットリスト。アセソラ、流れ星、バンドアゴン。最後どういう感じで終わるのかだよね。しんみりして終わっちゃうのか、逆にもめっちゃ盛り上げて終わっちゃう、終わるのか。あれはのレコーディングが終わったの？終わりました、もう結構前に全部。
盛り上がって終わりたい。私は盛り上がって終わりたい派なんだよな。アルバムリード曲が最後ってのはない。あーどうなんだろう。確かにありえるっちゃありえるね。むず、私が考えるわけじゃないんですけど。何歌ってても誰か知らないでそう。いやー泣くよね。いやわかんない、どうだろう。確かに、うん、なみちゃんって最後ショールーム、最後のショールームいつか決めてる？え、決めてなかった。どうする？逆に31日の12時までやってるのはちょっと違う。なんか私的にはね、なんかライブで全部終わりたい、綺麗にって気持ちなんだけど、でもまあ29日になったしコンサートが。31時全体でもありそうじゃない？多分何かしらあるとは思いますが、どうなんでしょう。でも分かんないです、分かんない、何も分かんないんだけど。うん、29日でも絶対燃え尽きちゃうよね。そうそう、個人でショールームのアカウント作ったりしないの？します、すると思います。振り返り配信は見たい。了解です。ショールームあのラス終わっても続けますと思います。何かしら配信はやります。ありがとうございます。先週のアルバム2万稼いでね、そうみたいな。ありがとうございます。ちょっとずつ伸びてて嬉しいです。みんな聞いてくれてるんだなと思ってとても嬉しいです。ラストアイドルの DVD が欲しいな。ラストライブ、あね、私も欲しい。だから今までのやつ全部詰め込んだやつ欲しい。ありがとうございます。毎日聞いてる、ありがとうございます。嬉しいね。番組のやつも欲しいしね。秋元先生からのコメントからコメントはなかった？ないですね。
てか最後まで一度も会わずに終わっちゃった。プレミアムライブのダイジェスト、確かに。てかプレミアムライブね、てか同じセットリストでさ、なんかそしたらプレミアムじゃなくなっちゃうっていうこと、なんか来れなかった人とかにも見てほしいよね。しばらくはずっと東京なの、私ずっと東京だと思うんだよね。なんか帰るかもみたいな日にちあったんだけど、でもお仕事が入ったので、あのワンチャン5月31日まで帰れない説。あ、でもあれか、仙台のツアーで一回東北に行くので、そこで、いやでもまた多分すぐこっちに来るわ。今更ですが4周年ブックの表紙とかかっこよくて素敵です。ありがとうございます。4周年ブック出せたの嬉しかったな。東京ではホテル暮らしです。そういやプレミアライの衣装が愛を知るじゃないのびっくりした。あ、そうね、でも当日まで愛を知るだと思って行ったの、そしたら赤だったから、あら赤が、赤か、赤なんかってなった。うん、5月31日までもしかしたら東京にいるかもしれないですけど、でもその後はもう東京に来ることもあのかなり少なくなると思いますので、このホテル暮らし生活ももうこれであの終わりそうということですね。だからホテル暮らし生活満喫します。ね、あ、夜ライとかもあります。東京での活動もするよね。もちろんします。私が決められることじゃないけど、でもするとは思います。体調気をつけて。ありがとうございます。でも体調はあのすっごくたくさん食べてるので大丈夫です。あ、そう、大阪で姫入りの挨拶遮って締めようとしてるのマジ爆笑。大阪でのライブであの最後ね、一人一人感想言ってたんですよ。 でそれで私真ん中にいたんですけど、あの全員が終わったらということでみたいな締めるんだけどね、あのひめりちゃんが見えなかったので、若葉ちゃんが喋って若葉ちゃんで終わりだって本当に思っちゃって、でひめりちゃんのやつさ遮っちゃってさ、お前あまり申し訳なかった。その後からもうちゃんとみんな言ったねってあの確認するようになりました。そう、すっごいね、大阪でのライブもうめっちゃ照明がすごくて、あのひめりちゃんが逆光で見えなかったんだよね。リハっていつでしたの？リハはもう相当前にしました。なんで今みたいな事件した。
いつだったっけ、1ヶ月前ほどではないけど、でも 2,3 週間前ぐらいにしました。岡村さんが安倍さんにぶつかってきてくださいって言った話も、そうマナティが、あの曲とかも一応できないのか、あれでしたツアーだから、あのある曲ですごく立ち位置が不安だと、で私がもし分かってなかったら、あの迫ってきてくださいみたいな、そしたら気づくのでぶつかってきてくださいみたいな言われて、でも大丈夫でしたよ本番ちゃんと、マナティ覚えてましたから。髪型をメイクも変えた、髪色も、髪色は変えてないですけど、メイクは今日ね全部メイクさんにやってもらったので全然違うと思います、いつもと。手形会のななみちゃんも最高だった、手形会楽しかったですね、すごいありがたいメンバーでした、雰囲気が。で明日リアルトーク、じゃあオンライントーク会なんですよ明日と明後日で、私あの服を買いに行くし時間がなくて、何着るか、あの今迷ってます。どうしようだけど、あのもう私服しかなくて、手堅いめちゃくちゃ笑った。そう明日オンライントークで、早いですね、なんかまだまだだと思ってたのに。衣装は、そう衣装をね、あの借りれる衣装と借りれない衣装があるんだけど、借りれる衣装の中から1着ずつ、1日1着ずつ選んだので、衣装は1着ずつあるんですよ。どんな衣装か、あの候補もなくてあの候補もなくて、だから買いに行くか、今からちょっと段ボールの中漁るかしてやるんですけど、でもオンラインってさここしか見えないからさ、どうなんでしょう、何着てても許してください。よろしくお願いします、何着ててもよろしくお願いします。こんばんは、こんばんは。オンライン衣装でも何部にするか決めてなくて、だから別に一日中衣装でも別に私はいいんだけど、でも何部も来てくれる人はね、何の衣装かお楽しみに、珍しいと思います明日は。でも最後のさリアルトークはさ、なんか衣装着たいなって思うんだけど、何の衣装がいい？何かもし一着選ぶとしたら、やっぱバンドワゴン一着借りようかなって思ってるんだけど、バンドワゴン愛を知る、あみんなバンドワゴンだよね、エビオラね、あバンドワゴンだって、最後のトーク会リアルトーク会、そうあの自分で衣装を借りなくちゃいけないからさ、どうもしダメって言われたらダメかもしれないんだけど、でもやっぱ衣装なんか着たいなって思ってます、ちょっと相談してみますが、
東京と大阪は帰る。大阪にで衣装を借りるかちょっと分かんなくて、多分みんながね借りたい借りたいって言ったら、持って行きたいって言ったら、あのものすごい荷物が大変なことになっちゃうので、多分マネージャーさんの、だから借りれるか分からないんだけど、ワンダーコーンの衣装短くなってます、短くなってますね多分他のアイドルグループに移籍しないの？しないです、ボロボロの青春トレーションみたいどんなになってんだよね。でもうん、どうなんでしょう。私が着たい衣装は、私は何でもいいです全部着てるから明日何時起き？明日はそんなに早くないです、10時ぐらいに起きます、多分9時か10時ぐらいに起きます。でそれでホテル出てちょっと服買い探しに行って、いいのあったら買って参ります。アラバの 4K 体セットのナミンの時期売り切れてた。あ、本当？ありがとうございます。あれめっちゃ高いよね4K 体のセットさ、ありがとうございます。明日サイン書きます。東海は1時何分とかからです。私ラブドッチ、あ、着たことない衣装で言うとね、確かにラブドッチ着てみたいかも。買ったよ、ありがとうございます。買ったよ、ありがとうございます。ありがたい。でもあのアルバムめっちゃいいよね、ジャケ写とか。サイン会応募しました、ありがとうございます。サイン会、あ、そう、アナザーショソロジャケ写みたいなやつも、あれあれ楽しいから好きです。それもよろしくお願いします。リアル東海も全部買いました。あ、そうなんですか。ありがとうございます。ジャケ写いいよね、あれ。今回のジャケ写とっても好きです。あの文字が銀色みたいな、銀色だよね。ああいう感じも好きです。トイレに行きたいので30分になったらランキング読みます。
行って、いや、あの多分音聞こえるんで今行ったらトイレすぐそこなので。ミュート機能あんの？ほんとだ。え、でもちょっと恥ずかしいからいいわあの、いいですほんとだ、ミュート機能ある。ほんとだ、初めて知った。そう、明日もありますしね。明日トーク会、なんかありますか？最後に、あと3分くらい。なんかあるっけ、喋ること。まあとりあえずです、とりあえずラストコンサート来てください配信です、今日は実はあのラストコンサート来てください配信だったんだけどね、あのよろしくお願いします。オンライントークとサイン会、オンライントーク会とサイン会ありますので、ぜひあのサイン、ラストアイドルのサインはラストアイドルしてしか使わないので、ラストアイドルのサイン欲しい方、持ってない方、ぜひお願いします。ラストコンサート絶対行きます。東海って被り物して怒られる？怒られないですよ。私がってこと？ファンの方が？どっちでも怒られないです。ナナミは一人になってもたくましく生きていけそういけないです、一人になった私あの生きていけないです、たくましくなんて。クロフェス、クロフェスの状況、情報ね。出るとか言っていいの？まだ発表されてない。なんで発表されないんだろう。決まってるはずなんだけど。まあ。宮島のおみくじと鶴岡八幡宮のおみくじの結果似てなかった？似てたかな。宮島のおみくじね、ヒラだったの。ヒラで、ヒラってなんだと思ったけど、あのめっちゃ一番普通のやつだったよね、調べたら。でもすごく難しかった。なんかあの書いてある内容、日本語が難しかったそう、キラ、ヒラ、あれヒラだよね、タイラ、ヘイそう、うちも初めて聞いて、え、なんだと思ってしたら一番真ん中でした。一番普通のやつでした。あ、30分になりましたね。では。
ではランキングを読みたいと思います。いきます。13位、りょうちん、ありがとうございます。12位、あずさん、ありがとうございます。11位、ゆりさん、ありがとうございます。10位、しゅうかちゃん、ありがとうございます。9位、ゆうかちゃん、ありがとうございます。8位、あいじまりやさん、ありがとうございます。7位、みつまるさん、ありがとうございます。6位、なんて読むわけのこの方、なんて読めばいいんだ、これなんて読むの、越後の丸々問屋さん、問屋、越後さん越後さん、ありがとうございます。5位、しのなぎさん、ありがとうございます。4位、さっぴんさん、ありがとうございます。3位、バカラさん、ありがとうございます。2位、モールさん、ありがとうございます。そして1位はタジボンさんです。ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございました。越後のトンヤさんでいいよ、ありがとうございます。明日参加してください、明日明後日参加してくださる皆さん、よろしくお願いします。あとは今日発表されましたラストタイトル、ラストコンサート、5月29日、東京ガーデンシアターで行われます。来れる方は絶対に来てほしいです。これが本当に最後なのでよろしくお願いします。あ、スクショ、はい、チーズ、はい、ありがとうございます。会社クビになってもいけます。ありがとうございます。ぜひいろいろなイベントありますので、あともう本当にあとちょっとなので、最後までよろしくお願いします。じゃあではまた今度、今日はありがとうございました。バイバーイ。